皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマは YouTube 動画集客は男性よりも女性の方が有利です。女性起業家のための YouTube 活用法7つのコツということについてお伝えしていきたいと思います。SNS ツールいろいろある中で、私が特に初心者の方がですね、長期的な戦略を考えて、重点的に取り組んでほしいというものが、2つありまして、まず1つがブログです。文章の方でやっていくこと、あともう1つが動画になります。この2つっていうのは、多メールメディアといいまして、作れば作るほど後ほど集客が楽になるタイプのメディアになっています。ということはきちんとですね、更新をしてきちんと本数を重ねていくと、その記事そのものが勝手に自動集客をしてくれるようになるっていう、そういうものになるので、特に長期戦略を考える場合にはこの2つをまずお勧めしているんですね。それで動画集客のコツをこれからどういうところで動画を使っていったらいいのかってお話をするんですけれども、まずその男性よりも女性の方が得っていうのがですね、見栄えの問題です、単純に。はい。男性がこう、私女性ですけど一応、こう喋るよりも女性が喋る方が基本華がありますね。で、見られやすいんです。親しみ感とかもあるので、もちろん男性の、そうですね、超イケメンのかっこいい人とかが喋ってたら女性のファンとかはね、思わず見入っちゃうし、再生回数もすごいいくのかもしれないんですけれども、一般的には男性と女性がどっちが顔出しで喋る場合には有利かと言われれば、アイドルを見ても分かるようにですね、基本女性の方が有利です。なので顔を出して喋るのにものすごく抵抗がある方もいらっしゃるのは重々承知な上なんですけれども、顔を出してこのように喋るということはですね、信頼構築の上で文章とかよりも、この人いいとか、この人に習いたいとかっていうことを伝えていくのにとても簡単なツールになります。文章、動画が1分が伝える、そのインパクトっていうのが文章の A4 の紙の50枚分っていうふうに言われていますので、情報量が全く違います。ですのでぜひですね、教室でこれからやられていく方っていうのが、ブログと動画は2本立てでほぼ同時で進めていくぐらいにやっていただけると、非常にその後の運営、集客の運営ですね、が楽になると思っているツールなので、それをお話をしていきたいと思います。まず大前提としてですね、YouTube っていうのが、動画の、活用コンテンツであることで、YouTube 戦略とかっていう言葉でよく表されるんですけれども、 YouTube は基本無料なんですよね。ですので無料の自分のチャンネルを持つことができて、それを勝手にたくさん発信することができるっていうのは、どう言ったらいいんだろうな、非常にもう夢のような世界の話だなっていう感覚は私の中にはあるんですね。だから今の時代は本当に良くなったなっていうふうに思って、使わない手はないと思ってます。で、私いろいろな SNS 集客のツールとか使ってますけれども、おそらくなんですけど、コストパフォーマンス、無料で使えてそのリターン、成果、制約率とか、そういう部分に寄与する成果、あとはリピート率に寄与する成果が一番いいのは YouTube だと私は思っています。ブログももちろん地道にやって、地道に更新することでファンが増えていくツールではあるんですけれども、結局最後は教室に来てもらうとか対面になるじゃないですか。その面から考えると動画のインパクトは非常に大きいですね。ですから苦手だから逆に取り組んでほしいし、やらないです皆さん。なんか動画って大変とか、大変そうが多いのかな、教えるとみんななんだそんなに簡単なんですかっていうぐらい、スマホで撮ってちょっと喋ってちょっと上げるでも全然構わないレベル。タイトルがね、ものすごく付け方が重要になってくるので、そのやること自体のハードルはむしろブログより低いかもな感じなんです。どっちかっていうとブログはこのライティングのスピードがそのまま記事を書くスピードになりますけれども、動画は練習すれば
ブログより簡単に喋れるようになります。なので、伝えていくっていうことを最重視して、効率化、時間の効率とかそういうことを考えるのであれば、YouTube っていうのは非常に有効な戦略だと思っています。動画ですね、皆さんがやらないっていうところがポイントです。だいぶやるようになってきましたけど、それでもね、まだ取り組まない人結構多いですよ。その中でやっていくっていうことはやはり目立ちますので、私は初年度で、そうですね、パン教室の動画、知っててやってますよ。 YouTube どういう形に使うかっていうのを勉強してから本数上げてってますけど、1年でだいたい、そうですね、500本くらい上げたのかな。2年目にもっと強化して、2年目はちゃんと1000本上げてるんですよ。なので、今4000本くらいになってますけれども、やはりこちらもですね、1000っていう数字が一つの基準値になるんですが、上げないです、皆さん。普通にこれは私のコンサルタントが動画を推奨する、動画マーケティングが得意なコンサルタントについていたっていうせいもあって、動画をやるのが普通になっちゃったんですけれども、コンサルに入った瞬間にですね、1000本やってくださいって普通に言われるんですよ、1年間で。で、そんなに普通に言われるってことはみんな普通にやってるんだっていうふうに、私は素直に1年間結構頑張ってあげてやってみたんですけれども、1% 以下だって後で言われました言ってちゃんと実践する人が。ということは、特に教室集客の領域においては皆さんそんなに絶対にやらないんです。やる方いらっしゃいますけどね。そうすると必然的に上に上がって目立っていきますので、理解されやすくなるし、教室に行きたいなっていうふうに思ってもらいやすくなるので、まあ本当は1000本やってほしいですけどね。ダメならば、せめて500本とか300本とか、300本だと1日1本レベルですからね、これはねできるんじゃないのかなっていうふうに思いますので、大変って思う前に、なぜそれをやるのか有効なのかが分かると、じゃあやってみようかなって思うかもしれないので、なぜいいのかっていう7つのコツについてお伝えしていきたいと思います。まずですね、1つ目が、集客に役立つっていう部分での大量投稿です。集客に役立つということでの大量投稿ですね。大量投稿、今言ったように数で勝負になります。単純に露出量が上がるからです。単純にです。そして、Google は YouTube の親会社になりますので、動画が上に上がってくる、検索順位上上に上がってくるのが、公式発表はされてないです。公式発表はされてないんですが、優遇されてる感が私の中ではあります。これ試したくてですね、今はそういうことはしないんです。スパマ扱いになっちゃうから。1日に50本そのあるテーマに沿った形で、上げたことがあります、動画を。そうした時にその特定のキーワードで探した時に、1ページ2ページ目がほぼ私の動画で、一瞬ですけどね、埋められたことがある。時間によってですけどね、そういう経験がありました。1本目が上がってくるのに、1ページ目にですよ、15分で上がってきた。それはニッチな、ちょっと小さめの人たちが検索するようなエリア領域での動画のキーワードだったりするときはあるんですけれども、早いと、そういう形で上に上がってくる。で、皆さんもご存知のように1ページ目に表示をされるっていうことは結構集客上やはり有利なんですよね。例えば300万件とか50万件とか20万件とかありますけれども、20万件レベルでの探されるキーワード、例えば私の天然酵母パン教室横浜っていうキーワードは大体50万件なんですけど、大体私の教室のメインサイトのページは1ページ目とかに上がるような状態を作っていました。で、動画は1ページ目とかに上がってこないんですけど、2ページ目とか3ページ目とかそれぐらいにポコポコっていうのがよく出てきてたりとかしていたので、その探した人がですね、だいたい前見て1ページ目なんですよ。私なんて上位3つぐらいしか見ない人なんで、比較検討するすごい女性で3ページ目4ページ目までかな。そうすると1個にだいたい10個載ってますので、40個か50個です、見る人で。でも大概10個ですってことは、1ページ目で見られなければほぼ探されないと思って間違いないです。
って考えると、まあ、ある程度絞ったキーワードで探された時、例えば10万件で1番取ってる、10万件で1番取ってる、10万件で1番取ってる、そういうページがたくさんあればあるほど必然的に教室にたどり着く可能性は高くなるという、とても地道で地味な戦略が大量投稿であります。ただこれはキーワードがしっかりしていれば、まあ、一旦見てもらえるし、私が今撮ってるようなこういう長い動画を撮る必要はないんですね。1分から1分半って言われているので、テーマに沿ってそれぐらいやっていけばいいわけなので、私が、知っている仏壇屋さん、熊本で有名な永田さんっていう、熊本仏壇で有名な永田さんって方いらっしゃるんですけど、こちらの方もその YouTube の戦略のコンサルタントの菅谷さんっていう方のところで知った方なんですけど、その方は1年に8000本から1万本上げてますおかしい人です。1日に 3,40 本上げる人なんで。でもそれを地味に上げることで、やはりテレビに注目されたりとか、新聞で取り上げられた数半端ないです。ご本人もね、プレスリリースとかちゃんとやってらっしゃるっていうのはあるんですけど、なので大量投稿していくっていうのは、非常に集客上後々も有利になるので、ここはやはりやっていきたい戦略のその1、活用法その1ですね。でその2は、集客の、まあ、誘導強化に使うことができるということです。誘導強化っていうのは例えばどういうことかというと、皆さんがブログとかで、こういうレッスンがあります、こういうレッスンがあります、こういうイベントがありますとか言うと、まあ、普通は文章で書きますよね。それを来てねの後押しをするために、そのイベントがどんなに素敵か、どんな思いで主催自分はしているのかっていうのを動画に撮って、そのページに貼り付けると、集客率、まあ、制約率って言ってもいいのかな、まあ、どっちもですけれども上がります。動画があるとないとでは、きちんとすごくデータを取ったわけじゃないんですけど、多分5割増しぐらいのイメージがあります。あるとなしでは、同じページだったとしても、信じてもらえる信頼度のアップの仕方が半端ないんですよね、動画使うと、なので文字よりもこうイントネーションで伝えることができるじゃないですか。顔の表情とかもありますしね。だから本当に楽しいそのイベントでぜひ来てくださいとか言うと、もう絶対におすすめ、楽しいですよ、ぜひ来てくださいって笑顔で言われるのと、まあ、文章で絶対に楽しいです、ぜひ来てください、おすすめとかね、書かれるよりも伝わりやすいです、動きがあるから。今私ここに座ってるんでこの程度の動きですけども、立ち上がって踊ったりとかっていう動きまでしたらそれごとそのまんま映りますのでね、そういうことをやればかなりインパクトが強い画面を見せていくことができます。これで2つ目です。で3つ目です。3つ目は、クロージング、制約に活用できます。制約に活用できるっていうのは、これはプライベートでの動画配信になるんですけれども、限定公開っていう機能がありますので、それを使うと、例えば、まあ体験会にいらしてくださったとか、お問い合わせのメールが来たとか、お一人の方のためだけに動画を撮ります、そしてそれを配信するということで、まあ、大概感謝されますメールを送るのとほぼ似たような動きで、メールは書くんだけど、特別に動画を撮りました、よかったらご覧になってくださいということでお話をするとすごく感激されることが多くてですね、私最初からそれを狙ってやってたんじゃないです。単なる動画を覚えたので、口で言いたいなと思って、それで動画を配信するようになったんですけど、すごく感謝されるんです。でもうそんなことをされたことがなかったということで、なんか感動してもらってですね、まあ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 、まず申し込みが入ります。 100% に近い確率だったんです。90何パーセントっていうかですね。なので、あ、動画ってそういう後押しの効果が非常に強いんだなっていうふうに思うようになって、制約クロージングに動画も使ってほしいなっていうふうに思っているのが3つ目です。あとですね、4つ目は、ここら辺からはずっともうリピートとかアフターフォローとか、まあ、要は顧客維持ですね、
来てくださった方がずっと続くために何に使っていったらいいのかっていう使い方なんですけど、だから活用法4つ目なんですが、顧客維持戦略ということで、アフターフォローということですね。例えば、さっき言ったお礼の動画もそうなんですけど、何か講座に来た時にその講座の中のちょっと複雑なシーン、料理とかでいうと例えば手元だったりとか整形の手順とか、そういうものが取っておくことができるのであれば復習に使ってくださいねっていうことでそれを送付しておく。そうすると、生徒さんは復習ができるわけなんで、そういったサービスまでちゃんとやってくれる先生なんだなっていうことで信頼されて長く続く可能性が高くなるということに使うことができるアフターフォローですね。これが4つ目です。で、5つ目が、チュートリアルといって、これは新規の方とか、その方を信じてもらうために教育的動画を作って連作で作っていくものをですね、限定公開とかで、メルマガの読者さんとか、そういう方に見せていったりとか、そういう動画そのものを販売するのに使ったりとか、いろいろ使い方あります。チュートリアル動画っていうんですけどね、私チュートリアル動画、基本限定公開と公開といろいろありますけど、何本作ってるんだろう、シリーズ30から50は作ってますね、シリーズ。はい。なので、そのシリーズになってるので学びやすいんですね。例えば、YouTube 活用とか、ホームページ制作とか、ブログなんとかとか、テーマに沿って作ったりとかしてました。パンの時には、パンのやはり作り方とかですね、あと、電子書籍のセミナー講師とかもやってるんで、電子書籍の、作り方、基本手順とか、なんかね、そういう、教育的動画を、作っていくのにも非常にこう動画っていうのはいいですね。で、例えば先生と生徒さんという間柄ではあんまりいらないのかもしれないですけど、先生とアシスタントっていう関係性があったとするじゃないですか。で、そのアシスタントの人に、何人も例えば変わっていくようなこととか、その時伝えられない人がいるとかっていう場合には、一つのマニュアルとしてチュートリアル動画を作っておくと、何回も何回も喋らなくてよくて、一つのルールとしてそれを共有してもらうっていうことができるようになるので、チュートリアルっていうのも悪くないなっていうふうに思っています。はい。で、5個目ですね。6個目、ニュースレターに動画を使うということです。ニュースレターっていうのは定期的に自分の近況とか、会社ないしは教室の近況を、顧客お客様、登録されてるお客様にお伝えしていくことで信頼関係を深めていくっていうのを使うんですけど、紙媒体が割と普通に有名ですよね。だけれども、そうですね、私の場合動画配信もしてました。会員向けに月に1回でしたけどね、こんなことを今月はやりましたみたいな感じでやると、それを楽しみにしてくださった方とか結構いらっしゃいます。私月末に配信することにしてたんですけど、月末って出張が結構多くてですね、今日は沖縄の宮古島に来ていますとか、京都に来ていて朝食会場で撮ってますとか、あとはフランスで撮ったこともありましたね。はい。そうするとなんかこうあちこちに行ってる、それをなんかお便りビデオレターかな、お便りチックに楽しむ方も結構いらっしゃってですね、ニュースレターの会員の、お喜びのために撮ったりとかしてました。そういえば最近ニュースレター本当のこう紙だけでしかやってないから、最近やってないんでそれ撮ろうかなはい、ニュースレター動画もおすすめでございます。顧客維持に使ったりしますね。はい。そして最後7個目です。メールマガジンとか出してる方結構多いと思いますけど、そこにやはり動画を貼り付けて、文章と動画一緒のことでも構わないんですけれども、それをやることによって動画を聞きたい人は動画から、文章だけ読みたい人、要は電車の中とかでイヤホン持ってなくて動画見れないよとかっていう人は、動画は無理なので文章を読むとか、そういう形でもいいので、定期的にこう配信するメールマガジンとか、あとステップメールっていうのがあるんですけど、そういうものに動画をつけていくって言うと信頼構築の深まり方の度合いが非常に上がっていきます。ちなみに私ステップメールとかは400通ぐらい組んでるんですけれども、ほとんど動画がついています。ですので、なんていうのかな、
成約率っていうことで言うと、あ、こういうふうに教えてくれる人ならセミナーに1回行きたいなとか、あ、こういうイベントに行きたいなっていう、私自身がその人に直接働きかけなくても、それを見てくれる人が信じてくれて、まあ、来てくださるっていう、そういうことにすごく貢献することができるんですね。で、まあ、余談ですけれども、プロフィール動画とかも私作っていてですね、これはプロに頼んで、自分で自分を撮ってプロフィールってなかなか難しいので、プロフィール動画っていうのも作ってもらったことあるんですけど、こちらも非常に反響が良くてですね、12分もののすごい長いものだったんですけれども、そちらとかも全部見て、あ、この人に習いたいっていうことを言われて来た方も結構多かったんで、プロフィール動画も結構侮れないです。はい、ちゃんと撮るといいよねっていうふうに思ったりしますね。どういう活動をしてて、どういう自分なのかっていうことを伝えていくのにいいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしています。ですので、以上7つのコツ、もう一度ちょっと復習しますね。1つ目が集客に役立つ大量投稿、2つ目が、集客に役立つイベントページへの誘導強化、3つ目が制約に役立つクロージング動画ですね。で、4つ目が、顧客維持のためのアフターフォロー動画、5つ目が顧客維持のためと、あとは教育のためのチュートリアル動画、6個目が、顧客維持のためのニュースレター動画、会員向けニュースレター動画、あと最後が顧客維持のためのメルマガステップメール用動画、このあたりが、ね、非常によく使える、番外編、プロフィール動画、こんなのも使ったらいいかなというふうに思います。ですので、YouTube の活用法は段階別に分かれていて、1第1ステージが、露出を拡大していくということですね。第2ステージが、まあ、動線誘導といって、ホームページを見せるとかメルマガ読ませるとか、そういう動線誘導に使う場合と、あとキーワードから集客をしていくって SEO 対策、この2つを狙っていくのが第2ステージです。で、第3ステージになってくると、まあ、クロージングっていうその制約に使っていく部分と、あとフォローアップリピートの、促進に使っていく動画ということで、この3段階のステージがあるので、どれをやるにしてもですね、まず大量投稿がまあ基本だなっていうところが、露出拡大のためのですね、動画の使い方が、まあ、ベーシックかなっていうふうに思ってますので、動画のハードルが高いのは分かってお伝えしています。高いから私はチャレンジしました。高いからチャレンジするっていうことは、他の人がやらないのを知っているからです。やらないということはとてもよく目立つということになりますので、そんな観点で動画を使っていただくっていうこともご検討いただければと思います。それでは。